にちは、ミサトレズです。今日はお知らせがありまして、ガボラトリーのトランプショーを12月19日土曜日から27日の日曜日まで、だいたい1週間ぐらいなんですけれども、当店でトランクショーガボラトリー開催させていただきますので、いろいろと在庫も見ていただいたりとか、見積もりもガボラトリーから鈴木さんだったり社長だったり来てくださって見積もり出してくださいますので、あと JN 刻印ももちろん31日まで受け付けてますので、ぜひともよかったら JN 刻印何にしようかなって悩んでる方とかは、ぜひとも在庫ね見てどの位置にしようかなとか、あとなんかブレスレットなんかはサイズ見ていただいたりとか、ぜひともいらっしゃってください。なかなかねちょっと出かけにくいなっていう方の場合は、例えばご連絡 LINE なんかでくださればやり取りさせていただきますので、 JN 刻印だったり、今だとおすすめだとプラチナがですね、つい最近ちょっとずつ上がってきてしまってるんですね。プラチナのグラフご覧いただいてる方はね、ちょっと知ってる情報だと思うんですけれども、最近徐々に上がり出しましたので、今プラチナのオーダーはちょこちょこいただいてるんですけれども、今タラジウムの高騰によって PT900 とか PT1000 とかね、950とかあると思うんですけど、950以外の50ですね、その中にタラジウムが入ってるんですが、タラジウムの高騰によって PT900、950、1000、今同じお値段でお出しできる状態になってます。まあ今このね2020年12月9日時点なんですけれども、なので今お見積もりいただいてる方 PT1000 でいただいてる方もいらっしゃいますね。そこもおすすめポイントです。いつかっていう風に考えてた方はね、ぜひとも結構チャンスだと思いますので、まだ上がりきってはいないので、ぜひとも工場がたくさんね盛んに動いてくると、プラチナが値段が上がってきたりとか、そういうのもね関係してきたりするんで、ちょっと上がってくるかなっていう予感がしてますので、もしよかったらぜひともお見積もり受けたまわりますので、 LINE でも電話でも全然おっしゃっていただければ。でガボラトリーの社長たちが来てくださるのが27日の日曜日、最終日なんですけれども、この日にお電話だったり LINE いただければ、目の前でねこれいくらですかって見積もっていただきますので、ぜひともご連絡なりいただければと思います。はい、ちょっとね金は高いですけどね、プラチナはちょっと上がってきてるのでおすすめですね、考えていただくには。はい、ぜひともよろしければ、まあいらっしゃってくださいって言いたいんですけど、ちょっとねまだ怖くて来れないっていう方の場合は、ご連絡でも対応させていただきますので、よかったらぜひ考えてみてください。はい、ウェアなんかも例えばホームページに載ってる T シャツが欲しいんだけど当ててみたいなとかねあると思うんですけど、例えば在庫がもし本社にあればその時にお願いして持ってきてもらって、当ててサイズ確認していただいたりとか、そういうこともできると思いますので、もしよろしければぜひとも考えてみてください。はい、てな感じで、またよかったらぜひ見てください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。グッドボタンもぜひよろしくお願いします。それではまた見てください。また。